ブッシュミルズがまたまたコアレンジに加わる新しいウイスキーを発表しました。今回発表されたのはブッシュミルズ15年。つい先月、2024年4月にはマラガワインタスクでフィニッシュした14年熟成のウイスキーを発表したばかりです。このブッシュミルズ15年はマスターブレンダーのアレックス・トーマス氏によると、本当に実験的な方法でアプローチしたといいます。ブッシュミルズといえば、熟成にバーボンとシェリーカスクを使用し、その後に様々なカスクでフィニッシュする手法をとっていますが、今回の15年熟成のブッシュミルズはシェリーカスクより離れており、最初にファーストフィルとセカンドフィルのバーボンカスクで14年間熟成させた後、コニャックカスクで12ヶ月のフィニッシュをしています。ブッシュミルズ15年はアルコール度数 40%、希望小売価格49ポンド、1万円で発売されます。今のところ日本での販売は発表されていませんが、かなり気になるウイスキーの一つですし、12年、14年、15年、16年とかなりレンジが狭く刻んでいますが、このまま継続でこの熟成年数のまま販売されることは考えられないので、どれかは買えなくなるのでしょうか。